それじゃあですね、急遽決めました。第二の目的地孫瀬峠に行きます。どうですか。
り違いは困難ですねこれね、うん、バイクだからこっちは平気だけど、結構道がうねってますね、ここですね、孫瀬峠。はい、じゃあ孫瀬峠来ました。じゃあですね、南愛木村の滝見の湯に行きたいと思います。ここにもある。これがですね、峠下ったところにあるもう一個の記念碑ですね。先住民の時代からの妖精であった。シャドウをちょっと読みづらいですけど、まあ妖精で、第102建設大隊、今はないですね、102建設大隊ってね、多分吸収とかされたりとかしてると思います。陸上自衛隊東部方面隊第1節団、はい、南愛機作業隊、あ、かっこいいなこれ。隊長に、当時の皆さん、はい、ありがとうございます。ちょっと待って、これの通りがありますね。登山道とかあったりするのかな。まだね、かろうじて桜が咲いてますね。おー、結構な
ごいすごいヘアピンカーブですね。いやここ自衛隊の皆さんが作ってくださったんですね。あだよね、測量から何から多分やったんだよね、このルートがいいっていう風にね。おーすーごいなこれ、おーすげー、なんかキャンプ場がありますね。ここいいね、キャンプね。なんていうキャンプ場ナップで予約できるかね。いいよね、ゴールデンウィークだから今日明日でしょ。まあただ何にもないからな。まあ温泉はすぐ近くに、あ、そうか、温泉もあるし、そこで飯も食っちゃえばいいんだからね。あー、こうそこナップで予約できるんだったらちょっと候補にあげよう、ミニマムキャンプのね。ここですね。あれ？はい、これがですね、犬ころの滝というやつだそうです。なんで犬ころなのかよくわかりませんが。で今日ね、そこの温泉行ったんですけど、男湯は向こう側だったんで見えなかったんですよ。今日は女湯がこっちなんで、おー
なかなか犬頃という割にはだいぶすごいですね。こっちにもちょっとした先があります。これなかなか見事なんじゃないですか。ねえ、